英語版と共に、紙百121をデスクトップの背景に、紙幣のヘブライ語巻物紙百121は、旧約聖書の紙幣の第121目の詩で、ユダヤ人がエルサレムへ巡礼に向かう際に歌った、とに昇る歌紙幣120から134の中で、おそらく一番知られている。日本語では、本文は、目を上げて、私は山々を仰ぐ。私は山に向かって、 目を上げる。我が目を上げて、山を望む。で始まる。この詩は、ユダヤ人は、エルサレムへ巡礼にに、向こうサインに歌った、都に登る、歌の一つである。詩は八節よりなっている。この詩は、ユダヤ教、カトリック、プロテスタント教会、正教会でよく使われている。また、様々に楽曲となっている。フェリックス・メンデルスゾーンは、オラトリオ。 エリアの第28曲、山に向かいて、目を上げようでこの宿を用いている。ありがとうございます。